ちょっとお話ししようということで、我々しか話してないんで、はい、はい、では入ってきてください、どうぞ。はい、ワキー。あれ、ワキじゃない人返事したけど、今ねワキーって言って、リンゴさん今返事したのではいはい大丈夫？大丈夫ね、大丈夫ね、うん、大丈夫よ。はい、もうちょい離れたら、なんか救急だけど、ね、ではね、あのこちらから、ね、あの若いテーラーでこう順番に並んでるので、ちょっと聞いてみよう、ね、はい、一言でいいわ。あのね、小学生だよね、小学生だけどね、一番おばさん感があるあるよね、普段からおばさん感ない？晩さん感じゃない、おばさん感。え、おばさん感あるよね、おばさん感あるけどね、まあこれからちょっと落ち着いてんだよね私より落ち着いて、いい言い方、そんなことない。まあ兄さんより落ち着いてんな、うん、兄さんはね、隣でガヤ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 って言うけどね、それをこう、冷めえた目で見てみて、この3人ねえ、あの、ばあちゃんの名前なんつうの？ソーマレイコです。ソーマレイコなの？あのソーマレイコ、あのソーマレイコ。あ、そう、私らね、お世話になってよくね、お世話になったけどもね、本当にねえ、ソーマレイコか。あ、ソーマレイコっていい名前だけど、ちょっと顔とね、見つからなかったけれどもね、うん、ねえ、頑張ってちょうだい、じゃあ、ね、次よ、次ね、ばあちゃんの名前何、うん、アビル幸子です。アビル幸子ね、ごめんなさい、なんでもないのよ、アビル幸子さん、なんでもないんだけど、すごくやっぱりツボに入っちゃうの、アビル幸子さん、どっかでね、見てらっしゃるわ。あ、ほんと来てる？アビル、ばあちゃん見に来てる？あー、いつ今返事してありがとう、幸子さん、幸子さん、あら、ありがとうね、ねえ、ありがとう。孫もばあちゃんもありがとう。母ちゃんもいるのね、ここね。ありがとうね。どっかにいるの？はい、ありがとうね。次は？あ、父ちゃんの名前ってもらって。宮崎貴弘。宮崎貴弘。みんな知らないと思うけど、私同級生なんだよね。そう、同級生なの。そう。小学校と、保育園と小学校ずっと一緒だったの。同じクラスで、いたずらばっかりしてた。貴弘さん来てる？貴弘さん来てるの？貴弘。貴弘さん。うーい。来てないね。あ、いるの？いる？じいちゃん。あ、じいちゃん。じいちゃん名前なんて、じいちゃん名前なんて。宮崎義継。義継ありがとう。義継ありがとうね。本当によかったね、来てもらってね。じゃあ、おばさんたちありがとう。続きましてね。はい、にゃんさんでございます。にゃんさん、なんか目になんかくっついてる、これ、わざと？まあいいや、後で撮ろう。にゃんさんはさ、どっから来てるの？松戸から来てます。松戸からさ、海側まで通ってるのよ、練習で。松戸の住所どこです？住所、言わなくていい。住所は言わなくていいんだけど、松戸からだって2時間半ぐらいかかる。2時間ぐらい。そう、高速使わないでくるから、1時間半から2時間。それ往復したりとかもしてんのよね、2往復とか。すんのよ、お家で用事済ませてからまた来て練習とか ねやってんのよ。イベントの前は前乗りしてるしね。そう、で、この間車から煙出ちゃってねのちょっと車使いすぎてレッカー2回、2、3回ほど呼んでんのよね。そう、だから車屋さん行ったらね、あの営業した方がいいよ、買ってくれ、どんどん買ってくれるからね。ねえ、ありがとうね、本当にいつもありがとうね、はい、ありがとうね。で、続いてね、ねえ、あのサオリンという名前なんだけれどもね、あの、こう見えてというのはあれですけども、職業がお三馬さんということで、サンバ、お三馬さんがサンバ踊ってっていうことでね、お三馬サンバをね、あの今練習中、お三馬サンバ、ね、お三馬サンバ練習中でね、大変だけど、あのお三馬とサンバの違いは何かしら。大体同じいいよね、こんなさ、サンバさんいてさ、あの取り上げるときにこうサンバ踊り出してさ、もうちょっとよ、もうちょっとよってヒーヒーフーとかやったら面白いね。次やってみますね。そしたらスポーンってでっかくてね、ねえ、妊婦さんがね、苦労知らないっていうね、そう、有名なおサンバさんになってちょうだい。はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございますありがとう、サワリンでございました。ありがとうございました。その隣が同じ顔してるね、うん、同じ顔してるけど、はい、あなたたちは何なの？一応親子ね。紛れもないわよね、そっくりじゃない、顔の形とかね。私の方が可愛くないですか？何？私の方が可愛くないですか？
ずうずうしいよな、本当にね。親の顔が見てみたいよ。ずうずうしくて、ずうずうしくて。本当に、サンバ、サンバだから。サンバの、あなたはサンバの子よ。サンバの子だったよ。子サンバ。子サンバ。子サンバね。ちっちゃく。子サンバとかちっちゃく踊れと。難しいわね、逆にね。大変、ちっちゃく踊ることは。だってよさこいからみんな大きく踊れって言われてるんだから。ちっちゃく踊ることは多分ね、ないけど、あと練習しなさい、あとでね。ちっちゃく踊ること練習しなさい。ね、ありがとうね。じゃあ、みなみちゃんでございました。ありがとうございました。はい。はい、いいね。はい。ねえ、なんか後ろに亡霊のようにね。同じものが立つ。うん。あの、なんだっけ、あの、なんとかおかみいたじゃないですか。ささやきおかみみたい。ね。あれですけども、ここも親子？そうだよね。あの顔はね、あ、そうじゃないの。お母さん、そうじゃないの。あ、そうじゃないけどね。あのね、さっき間違えたでしょ。出てくるの。衣装紹介の時に出てきちゃったでしょ。うん。なんか狙ってるような気がしたの。あの、お母さんはね、昔和気あいあいさんにいらしたのよね。何年前ですか？計算してる、計算してる。あ、この衣装までいたんだよね。もっといたの。もっといた。もっといた。ここら辺までいたの、ここら辺までいたの。そう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 、うん、ねえ、あなたのね、子供ね、同じ仕草すんのよ。練習時に同じなの。やだやだやだ。しょうがないでしょ、そんなこと言ったって。あなたさ、血つながってたね。え、血つな、怖いわね。でもけねえ、そっくりなの。本当にそっくりなの。びっくりするよ、ね、さっきあの一緒に出てきたのお兄ちゃん。はい、ね、お兄ちゃんと3人で。もうお兄ちゃんいつまんないから帰っちゃったの。いるかな。いる、どっかにいる？いると思います。じゃいないね。いないね、これはいないわ。いないです、うん、やっぱつまんなくなっちゃった。帰っちゃったね。また来るかな。来ると思います、ね。はい、じゃあね、親子で今日はね、頑張ってちょうだい。はい、ありがとうございました。まこちゃんとマスミンでございました。ありがとうございます。これ待ってて、あなた、あなた誰？あなた誰？ミレリアトです。あの、知ってる方はね、わかると思うんですけれども、ここの3人も親子なんですよね。ここも親子でございまして、今日はね、お仕事で来れないからね、こんなね、あの、ずうずうしいパネルを用意しちゃってね。あんた来なさいって言ったでしょ。だからシフトを変えてもらえって言ったのよ、ずっとずっと。うん、そう。でもね、ちょっと叶わずに、まあ、お仕事されてるということでしょうがないけれどもね。成人式あげたんだよね。そうです。おめでとう。ありがとうございます。もっと喋りたい、もっと喋りたい。もういいや。で、本当は親子3人で出たかったけれども、しょうがないね。まあ明日もあるから、和気あいさん20周年記念2日目っていうのがあるから。明日休み。じゃあちょうどいい、ちょうどいい。じゃあ明日ね、明日ね。はい、ありがとうございます。あんたはさ、お兄ちゃんでしょ、こちらのお兄ちゃん。はい。お兄ちゃんね、お兄ちゃん休み取れたの？お兄ちゃん休み取れた。いつも何してらっしゃる？いつも、うん、いつも仕事ですか？仕事です。仕事はホテルマン。ホテルマンなんだって。いらっしゃいませって、こうワインとかいろいろ出して、お客様に。ワイン出して、ね、距離出して、うん、下げて下げてして。うん、何？出して下げて、出して下げて、下げて下げて出して。ね、忙しいよね。あんま行きたくないよね、そのホテル。ね、だって、ね、出したら下げられちゃうんでしょ。出したです。待ってなさい、食べるまで。あんたはね、待ってて。残ってんのに下げられちゃうの。あんたですか、じゃあ。あるね、あるよね。なくなっちゃった。まだ、あんのにって、ね、一番最後に美味しいもの残す人は。そうよね、やっぱり、ね、うん、下げられちゃう。だからよく見てちょうだい、よく見んの、今度から。はい、うん、よく見て、よく見てで、聞く、聞く。これ、この、いいんですか、このトマト、いいんですか。聞いて。わかりました、うん、ね、下げるだけですね。そう、聞いてから下げて。わかりました、うん、頼んだよ。はい、誰が行くかわかんないから、ここに待ってます。ね、どこだかわかんないね。どこだかわかんないけど、あ、こっちはブリーダーの母ちゃん。うん、そう、ブリーダーの母ちゃんまあいいんじゃない。うん、ありがとうね。はい、ゆうたくんとね、ゆみちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次、続きましてね、こちらも綺麗な方でね、まあ、私の次ぐらいに綺麗ということで、あ、ね、やってるんだけれども、真っ白系の顔、ね、色白いけど、ガラリン大丈夫です、元気です。
ね、だって真っ白じゃないですか。お客席から見ても真っ白ですよね。ライト飛んじゃってんの、白飛び。普段から暗いところにでも真っ白だから、どこに行くか分かんないの、透明で、ね、透明壁にね、こう壁に沼っちゃう、沼っちゃう、壁に沼っちゃう、浜子さん分かる、沼っちゃう、あーいね、あーいねえ、だからさ、もうちょっとね、頑張って、便利だけはね、予言にさせてください。はい、分かりました。うん、よろしくお願いします。はい、ね、誰だっけ、乙女、乙女ちゃんでした。はい、ね、はるかで、はるか、ありがとうございます。こちらからちょっとね、どきつくなっていきますので、皆さん、胃薬の用意をお願いいたしますね。はい、ではね、続きまして、はい、じゃあいいかな、もういいかな、じゃあ次、行きましょうか。ね、はい、あんたは、はい、なに、うん、もう見てわかるから、すぐね。はい、はい、どうぞどうぞ、はい、自己紹介お願いします。はい、もう時間いっぱい続くね、やったんで、じゃあ次行きましょう。なんかあんの、なんかあんの、なんか仕込んできてる。出た出た出た、ちっちゃいちっちゃい、ちっちゃい息子、息子、あいつに裏切られたの。息子の写真ね、あんなでかいの用意すると思わなかったから。うちの可愛い息子で比べてみて、比べて、比べてみて、全然違う。待って、リアル言うかよっていう。せっかく仕込んできたのに裏切られたと思って。あんたは誰？おじみです。大きくなりました。そうそう、息子もね、旗をずっと振ってたのよ。ね。そう。あの最初の方にね、ちっちゃい旗を振ってたね、誰かがいるんですけれどもね、それをね、ずっと小学校の頃から振っててね、今はね、成人して、今職に就いておりまして、電車の車掌さんをね、されてるのにね、違うの？車掌さんになれ。行ってないの？今、駅員さん。駅員さんね。いずれそういう風に、ね、なるかと。駅で見かけたら、よく顔覚えてください。そっから顔覚えてください、よく。この顔してますから。津田沼駅にいるのかな。津田沼駅ね、いるので、ご利用する方はどうぞ声かけてください。はい、ありがとうございました。チコちゃんでございます。続きまして、あのね、この子のお母さん、ふみなのね、お母さんとお父さんもね、多分来てる、どっかにいらっしゃる。毎回ね、お父さんとお母さん、毎回来てね、みかん配ってくるの。そうですね、いつもごちそうさまです。いつもごちそうさまです。いらっしゃる、どっかに、どっかにいらっしゃる、今日いらっしゃる。なんかいなそうですね。今日に限って。みかん切れ、みかん切れかもしれない。みかん切れを仕入れてるのかもしれない。ねえ、いつもさ、来てくるってさ、あの、この子もね、30になるんだけれども。誰笑ったの、ね、30になるんだけれどもね、あの、いくつから やってる。小学校4年だか5年ぐらい、ね、こんなんからやったよね。ねえ、やってたのよ。すぐ待って、あきゆいゆいって言ったね。やってたの。そう、それがこんなにも30の、ねえ、30になっちゃって、なっちゃいました。ねえ、今はね、元気いっぱいのふみなちゃんでございます。あの頃から元気だったけどもね、ずっとずっと元気で、ね、これからも元気で頑張ってごめんなさいね。ふみなでした。はい、ありがとうございます。ふみなちゃんでした。はい、続きましてね、えりこちゃんでございます。はい、えりこ姫です。センターでございまして、はい、あのね、この子はね、あれなの、文武両道を絵に描いたようで、習字のね、あのね、お師匠さんになる手前。なる手前、なんだっけ、なんつの、そういうの、なんつの、ダンダンダンダダン、なんだ、なにダンダンダダン、なにダンなにダン階段、え、なに、6段ってちょっとよくわかんないけど、習字される方6段ってすごいですか。すごい、あ、すごいんだって、すごいんだってね。ねえ、頭も良くて、なんだかね、腹立つ。ねえ、だって勉強みんな持ってかれちゃうね。ねえ、腹立った。だからみんな腹立ってる。和気あいあいみんな腹立ってるから。ねえ、去年、一昨年かな、一昨年の黒潮よさこいって、銚子市でね、毎年開催される大きな、ね、よさこい祭りですけど、そこで MVP になんと選ばれてですね、踊り子さんの中、ただの2名、ね、全踊り子さんの、ね、中で2名の中に選ばれて、なんだか、なんで私じゃなかったのかなと思ってね、絶対私だろうと思ったんだけどもね、違った、ね、頑張
頑張る ね,、はい、ね。じゃあこれからも頑張ってください。よろしくお願いいたします。エリコちゃんでございました。はい、続きまして、ご本堂大きくなってくる。あの、何農家ですか？何農家？何農家やってんの？あんた。うん、芋農家やってんのよ、この人。本当に芋農家やっててね、あのね、本当の話ね、日本一美味しい芋だと思ってる、このお家の芋。ね。ね、中村農園つね。中村農園。うん、栗本でよ、やってんだよな。やってんだよ。うん。だから足腰がすごく強いの。難聴ドラしたらね、もう鼻が床につくぐらいこうね、低い。やってできないか。もうそのぐらいの、ね、足腰の強さで体力の回復も一番強いだ肺がね足の丈まであるような気する。ここだけじゃなくて負けないんだよ。ちょっとミーさんの負けちゃうと。あ、私には負けない。でもこれは負けない。ちょっとね、ね、本当足腰が強くて、だからあの踊りをご覧になるときはね足腰の強さをご覧ください。よろしくお願いします、はい、ということでね、純子ちゃんでございました。ありがとうございました。はい、大鳥を飾りますはね、はい、兄さんでございます。はい、はい、兄さんね、こっち来ようかね。ねえ、なんかある喋ること。あ、ここら辺は20周年の、そう、20年ね、はい、20年の、はい、はい、20年生です、はい、最初からいます。20年だってよ、ねえ、ね、早いようでね、長いようで ね、うん、遅いようでね、なんだろうかって話でね、本当に、でも早かったね、早かったね、うん、だからね、あと30年目までね、うん、生きてっかな。生きてるよ、生きてるね、花子さんもね、元気でみんなでまた30周年ね、迎えたいと思いますけれども。そうだね、また呼ぶからね、花子さん30周年皆さんもね、よろしく、その時もよろしくお願いいたしますね。はい、もう普通な時間は終わりです。はい、次行きます。はい、はい、ではね、あの脇は後ろに下がってもらって、続きましてお客さんと一緒に踊ろうということで、一部のラストを飾りますは裏ジャオンドという、みんなが踊れる曲でございます。はい。